はい、こんにちは、南蛮です。いやもう台風14号、大変でした。もう電気がなくてろうそく生活3日過ごしました。もう何もできない、大変でした。携帯の充電は車の中でやってました。電気のありがたみをもう痛感しました。さあ、それでは早速行ってみましょう。まず乗ったのはなおちゃん。地元です、近所です。この人はね、もう昔からビッグエヴァでね、ガンガンボディーボードで攻めております。さあ、そして次に乗ったのは川端大志プロ。まずはカーブ、そしてリエントリー持ってきた。おっと、タッチダウン失敗。そして後ろがなおちゃんですね。さあ、突っ込んでいきますが、すぐにプルアウト。さあ、そしてこれは誰だ。これはマチャオくんですね。攻めてましたね、いい波乗ってました、最高でした。さあ、そして今乗ってるのはジャマイカのプロサーファールークさんですね。宮崎にやってきました。さあ、そしてカメラがパーン。誰が行く、誰が行く、どれが行く、何するのみたいな、そんな感じで、うわ、来た、セット見て、グリングリンやっちゃう、このセットは。その前に大使が乗ったチューブを狙おうとするも、ちょっとブレイクが合わなかったのでプルアウト。そしてカメラがパーン。ほら、グリングリン、ちょうどいいところは見えちょらんけど、もうすんげー折れるっちゃが、ファーストが。さあ、誰が行く、行く、大使行く、行った、大使。ここはね、ちょっとそのグリングリン掘れるとここのちょいサイドサイドぐらいから乗ったところですね。さあ、大使が、わあ、ナイスカービング、そしてナイストップダウン、そしてプルアウト。さあ、これは誰だ、マチャオくんかな。そうですね。さあ、パンピングパンピング、板が走らないのか、すぐに前が落ちてきたのでプルアウト。そしてこれはお父ちゃんですね、川端邦博さん。おっと、この日はね、ちょっとね、リズムが合わなかったですね、波選びが。さあ、そしてなおちゃん行った、うほー、乗った、手が突っ込んじゃう。さあ、そしてどうする、何する、回るのか、いや無理、落ちてくるのが早すぎるみたいな、波がね、落ちてくるのが早いですね。さあ、そしてお父ちゃん行った、ちょっとショルダーが弱いやつに乗りました。そしてプラウト。さあ、その後ろは大使が乗った息子ですみたいな。さあ、そして様子見ですね。さあ、クリティカルセクションに入った。まずはうわーっと、もうこれはプルアウトですね。さあ、そして後ろはマチャオくん。さあ、何する、ここでカーブ、そしてここからやべえぞ、どうする、もう岩が近えぞみたいな。はい、ここはリーフポイントです。もう調子に乗るとやばいです。ナイス、大使が行った。さあ、チェックターンからの、さあどうする、前が落ちてくるか、いける、カモン。まずはカーブ、おーっと、レールが引っかかった、欲しい。カメラがパーン、誰もいない、乗っていない。さあ、無人くんです。さあ、そして後ろ、ほら見て、グニューと掘れ出したんですよ、潮が引き出して、もうグリグリ、もうやべえ、もうファースト、もう誰も用立たんみたいな、そんな掘り方ですよ、やばいっすね。いい波捕まえるとね、ほら何発も当てられる、そんな波が入ってました。しかし誰も乗ってませんね。さあ、そしてセットが入ってきました。うわー、あんた、これほらグリングリン、もうダンパじゃねえか、勢いで、もうやばいっす、セットが入ってます。誰が行くんでしょうか。さあ、おーっと、お父ちゃん、うわー、やられた、多分この時かなと思うんですけどね、お父ちゃんね、ちょっとボードがね、脇腹にヒットして、もうその後なんかもう悶絶してました、無理だーみたいな、そんな感じで。そして大使が乗ってましたね。さあ、そしてこれはルークさんですね、ジャマイカです、ジャマイカのプロサーファーです。さあ、どうする、何する、おー、レイバック、そして様子を見ながらプルアウト。もう宮崎いいとこだねって、もうすげえ興奮してましたね。もう
宮崎の良さを知らずに宮崎に来たような感じで、もうその波の良さにもうびっくりたまげたみたいな、そんな感じで話してましたよ。さあそしてなおちゃんですかね。さあ行ってる行ってる、もうバタンバタン、そしてリバーススピンを決めてきた。さすがです、ご近所さん。そしてプラウド。さあ後ろの方はこれは DJ ツッチーですね。ツッチー攻めてました。ちょうどいいところはね、カメラがねちょっとね回ってなかったんですけども、皆さん攻めてましたよ。さあそしてこれは大使、まずはカーブからのナイスオフターン、タッチダウン、うわ最高成功。そしてプラウト。さあどんどんねサイズアップしてきて、もうファーストもうグリングリンに惚れ出しました。そしてもう口がまみらん、もうスカーもうみたいな。そしてルークさんがガンガン乗ってましたね。さあ渡辺監督登場です。攻めてましたよ、バックサイドでこのウルトラスーパーライトを攻めておりました。うわスプレーの量半端ですね。そしてプラウト。さあそしてシーバ順もいました。まずはトップターン、そしてチェックターンをしながら当てに行くが、ちょっとリズムが合わない、行き過ぎみたいな、エア気味に持っていこうとちょっと悩んだんですかね。ほら波はテゲイジーゴンとあんたたちはロングストーみたいな。さあそしてマサオくんが入ってました、日高くん。この方はねサップのヨガを専門にしている人ですね。うまいっすよ教え方が。皆さんもし宮崎に来た時にはエントリーしてみたらいかがですか。さあそしてどうする、何する、来たシーバージュン、深いボトムターンからのチェックを入れてスピードアップ、しかし前が落ちてきたのでプルアウト。さあカメラがパン、行った渡辺館、まだまだそれは甘いぜその波はみたいな感じでトップターン、そしてスピードアップ。ほんとプレデターっすねあんた、色がてげくり、もうプレデター感みたいな。さあそして順が行った、これビッグサイズですよ、わナイストップターン、スプレーが飛んでますね。そしてもう一発ナイス、気合入ってます。そしてプラウド、徐々にエンジンが温まってきたのか。さあそしてこのボディーボードの方はねよくわかんないんですけど、このあとすごい悲劇が待ってるんです。彼女にうーんっていうやつが、わあ今チッと見えました、見えました、わかりました皆さん、渡辺館がすごく突っ込んでました。もうチラッとしかもう巻き戻しようかどうしようかって悩んだけど、もうやめたーみたいな、そんな感じで渡辺館が振っていました。そしてこれも突っ込んでます、すごいっすよね。レギュラーにもこのバックサイドで突っ込んで、お前あんたしかおらんわ、もうちょっともう頭のネジが1個、いや3個ぐらい外れてましたねもう。さあそして順がいった、まずはトップターンナイスプレーからの合わせながらのカービングナイス、そしてスピードを乗せてもう一発、そしてプラグ、さすがですね周囲バージョン、うまいっすわ。うわー来たービッグセット、あんた誰も乗っちゃらん、ほらコンゲラスがどん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 来だしたっちゃが、ほらもうこの1分やられてん、あんたもうたまらんよ、ほらグニャーってきた、うわーやっべー、もうほら吹いてます、吹いております、やばいです。さあそしてうわーいかない、いけない、誰も無理みたいな、どんげすですかほらもうやばいっすよ、この水の量半端ねっすよやられたら、それに突っ込む渡辺かー、ナイス。そしてどうする、四隅、あんた手げすげ、うわーナイストップダウン、そしてもう一発、うわカーブスプレーが半端ねえね、そしてもう一発、あんたやっぱおかしいわ、うわすっげープレデター感。さあ順がいった、うわピンが抜けてます、まずはトップターン、そしてもう一度カーブからのどうする、何する、プルアウト、早めのプルアウト。さあセットが入ってきた、どん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 、ほらこの立
ップてげあちっちゃがよみたいな、そこに突っ込むがよプレデターかーみたいな、やべえな、これ水の量半端ないんですよ。ほら見て、こっからぐにゅーって、ほら分かりました、今のリップの厚み、うわー不意調、あんたたちはもう、うわーこれにやられたらあんた一時出てこんわ。いや考えてましたね、今回はもう死ぬかと思った、もう浮上できないって言ってましたね。なので皆さん、ここは危険です、入らないでください、もうやばいです、ほらもうぶっこんぶっこん吹き出してもうやべかったみたいな。さあセットが入ってきた、ほらぐにゃーっと、うわーって、誰が行く、順が行った、まずはチューブを狙おうとするが前が落ちてこないのでプルアウト。さあ来た、おーあかん、プレデターあかん、お前大丈夫か、この時も手が浮上してこなかったですね、もうやられて、もううわー、そうです、先ほどのボディーボードの人、これです、これでもう死ぬ目にあったんですよ。一時二人とも出てきませんでしたよ、もう海底に持っていかれて、ほら仲良く揉まれてます、このね、あの女の人ね、もうウエットスーツが脱げたって言ってましたね、もうやばかったみたいなことすんげー言ってました、海から上がってきて、本当に。なので興味本位でもうやめてください、もうここには入んないでください、もう命あっての物種だからみたいな、大変でしたね。もうさあ順がチューブイン、なんかペラペラってしたところをうまく合わせていきましたね、さすがですね、シーバー順やります、トップは取れなかったみたいな。さあそしてこれはサンちゃんですね、サンディエゴカモン、まずはトップターンからの落ち着いていけよ、もう一発、あどうした、頭が痛いのか、頭が痛いのか。さあルークさんが行った、ルーク、まずはカーブナイス、そしてもう一発、アップスダウン繰り返してからの、おっとエア気味に持っていこうとするがプルアウトですかね今の。ほら見てください、もうグニャーブニャーウエーってしてますよ、もうやっべー、そこに渡辺感突っ込みます、さすがです、男です、黒いです、やばいです。そしてプラート、さあ順がいった、チェック入れてからブレーキングかけて巻いてくるかと思いきや巻いてこないのでカービングからの深いボトムターンでトップターン、ナイス、うまいっすねやっぱ。そしてプラート、さあプレデターいけー、カモン、おわあんた立ち上がるだけですげえわ。そしてプラウト、さあカメラがパーン、誰が行く、ルーク、ルークが鬼パドル、しかし乗れない、グニュッと、さあこれはうわーサンちゃん板を引いた、そう正解、行かなくて正解、そして渡辺勘がレードテイクオフ、しかしもうリズムが合わずにプルアウトみたいな、やりますねみんな、危ないです、危険です、ほら見てん、もうグニュングニュー違う。さあ端っこから渡辺勘がテイクオフ、まずはカーブ、そしてわー惚れてフリーホールド落ちていったね、そしてもう一発、スピード様子見遊んでるみたいな、そんな感じですね。はい、なんとサイズダウンです、見てください、ほらもうメロな波に変身してます、角度が変わったんでしょうね、うねりの入りが、ほらもう風もねゆっくり吹き出して、もう幸せって感じのクルージングですよ、最高っすね、あのもうなんていうの、モンスターウェーブはどこ行ったつねみたいな、まだ少し残ってますね、ぐにゅーってもうぐにゅんぐにゅんって惚れてますね、しかし端っこから乗るとマサオ君みたいにゆっくりと乗っていきます、さあ呼吸をゆっくりして乗っていきましょう、そんな感じでもう優しくなってます、ほらもうショルダーもうハッチョランぞ、もうさっきのどこ行ったつかみたいな、こんな感じでいい波ですね、最高です、なので子供たちがどっさんこ入ってきました、ちょっとカオス状態になってきました、そしてその間を
縫うように大使が乗っております。フローター、そしてもうここはやめとかないとね、岩があるんですよ、やばいんですよ。そしてカービング順ですね、うまいですね。そして回した、回った、成功です。そしてレバック気味に合わせていってプラーター、うまいですね。さあそしてこれは栗木翔太郎行った。さあ何する、チェックターン繰り返しながらどうする、やめるみたいな。さあ大使が行った、まずはカーブからのスピードアップ、クリティカルセクションに行って一発当て込んでもう一発、そしてプラウト、これ以上行くとやばいよ、もう岩を確認してますね。さあそして栗木翔太郎、まずはカーブからのもう一発、そしてプラウト、いやーもう最高ですね。さあ順が行った、まずはドライブが効いたカーブからのもう一発ラウンドハウスカットバック、うわマスカットみたい。さあそしてプラウト、さあそしてこれは大使のお知り合いですね、駐車スペースを開けてもらいました、ありがとうございました、サンキューです。さあそして栗木翔太郎、鬼パドルからのテイクオフ、さあチェックターンを繰り返しながらまずはカーブ前からのリエントリー、わーっと合わなかった、惜しい。さあそしてもう一発行こう、おーいいサイズ、ビッグサイズ、まずは深いボトムターンからのトップターン、そしてチェックターンを入れてスーパーアプローチ、ナイス、うまいよ。そしてカーブでプラウト、ミュージョン、ヨルジョン。さあそして大使が行った、奥から誰も来ないのを確認してテイクオフですね、まずはカーブ、チェックターンを入れてスピードアップ、さあこっからどうする、前に出てトップターンっていうかカーブですね、そしてリエントリー、うわーもう前見てますね、岩があるんですよ、やばいんですよ。さあそしてクリック翔太郎が行った、しかしプラグ、さあ大使もうあんたたちばっかり乗るよね、へんか、大使と翔太郎と、もう波選びが良かったんでしょうね。さあそして大使がもう一発カーブですねからのもう一発、最後は合わせた、うわー板を蹴った、そうです、ここはめちゃくちゃ浅いんです、やばいんです。さあそして順がカーブ、そしてプラウト、それだけ張らないですね、もう。さあ先ほどどうなったかというと、カメラが慌てて大使に合わせます、見てください、浅いです、やめてください、立ったら膝です、岩です。さあ今回もご視聴ありがとうございました。高島いぶきが乗ってます、また見てね、バイバイ。